久々に柏島を訪れると海の汚れは少なく、マクロ天国、日本のマブールと呼ばれた面影が感じられました。
40メートルの深場におしゃれハナダイを求めて潜りましたが、取った魚は縁取りハナダイに似た魚でした。愛嬌のある宿狩りにカメラを向けると、なぜか近寄ってきました。